2023年11月の6日21時32分、先ほど、我が天下戦国府部の方ですね、いろいろな内容を記載していって、この受験生っていう人、たびたび絡んできますね。で、この人、以前も、言ってきてるんですけども、これね、ちょっとその前戻って、遡って、いろいろ撮影しています。このカジカジ3って書いてる人間が何かの話を聞いて、カジという昔サンプレスロッコ2002年に勤務していたカジという名前の女性、裁判所の勤務者だと思うんですけど、そのもの、法廷に呼ばれてるんですよ。で、裁判官に言われてるんですよ。こういうふうなこと言ったら、法廷にね、普通に聞きなさいって裁判官に言われている人。で、私も裁判官と同じようなこと言ってますけども、これね、これだけでも、すごく大きな話で、普通、目を見張るんですけどね。現実味がないから、こういうふうな文章を書いちゃうんでしょうね。邪魔やねん、ゲームの前にしゃしゃんなやって書いてるんですけども、しゃしゃんなっていう意味がよくわからん、本当に。で、この受験生っていう名前で言ってくるから、我が天下でもいたと思う。で、こちらの方の、なんか変なマーク使ったりしてる人、一回調べてもらった方がいいと思いますね。この受験生っていう人と、このプレイヤー名。で、プレイヤー名書いても、わかるから、日曜ね、感触見たら、足軽かな。そのあたりで、多分言うために、一応アカウント作ってるような人かもしれないですね。で、誰かに言われてみたいな形でね。で、何歳のもので、女性なのか男性なのか。で、どういうふうな経緯があって生きてきたのか、どういうふうな生き方をしてきたのかっていうところをしっかりと調べる。いろ業界側の人間なのかどうかっていうところとか、そういうことが知りたいですね、正直。で、政府の方で調べてもらって、事後経過を教えてほしいですね、法律通りに。通報です。皆さん、こんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の6日22時、14分頃、先ほど、大筋の内容をホームページ、淡井圭介の歴の一番、フェイト関係の曲のところですね。フェイト系の曲、でそこのところに、記載している内容で、淡井圭介と深く関わっている、作品というところで、ちょっとそこに文章を追記したりなどして、今までの状況、ある程度の件、ごく一部ですよ。記載したんですけども、大体のところ見たら、もうその時点で普通の人間手に負えないなっていうことがわかると思います。だからインターネットで淡井圭介に意図的に、性加害者側の人間をアナウンサー側に置き換えて物を言ってきた人間っていうのは、それは意図があるとしか思えない。で、その勢力の奴らを芋づる式に、そいつらのグループを、LINE とかね、いろんなものを調べて、どういう奴らとどういうふうな会話をしていたか、それを、見ればね、通話履歴だとか、それで、大体わかるでしょうね。で、もう手遅れの、淡井圭介の件、軽はずみに関わってきた人間。もう大体そう。もうそんな簡単な件じゃないから。君たちが、もともと一単独とか、ちょっとした組織でどうこうできるような件じゃないから。ものすごく大きな件。
で、他国も動くから。で、国際司法裁判所でも動いてもらった方が、本当は政府としても動きやすいような内容が出てくるかもしれない。それは、各世界中の政府、アメリカ政府、CIA や、ロシア、プーチン大統領や、習近平国家主席などに、そこは SOS、フランスがマクロン大統領、まあ、同い年ということもありますし、まあ、あと、ドイツ、イギリス、まあ、ブラジル、南アフリカ、エジプト、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、世界中の政府で淡井圭介のことある程度知ってる方たちでいいと思いますよ、この件。これこんなに抱えてたらね、自分の件裁判、進みはないでしょう。で、まあ、スポーツの勝ち負けも含めてっていうことになってくるんですけども、で、この件を一回多分政府が動いたはずなんですよ。そのフェイトの件でね。だと思いますよ。もしくは、今日、報道ステーションで、館長の人がね、博物館の以前と同じ VTR だと思うんですけど、向こうから言ってきましたって、安藤萌アナウンサーが言ってるんですけども、そのパターンをどう受け止めるかなんですよ。以前と同じ VTR でしょう。で、内容を見たときに、精査したときに、ちょっとやそっとの尋常じゃない件っていうのは分かりますよ。分かりますよね。だから死んだことにするっていうのはなし。重要な証人ですから。証言者。その人間が死んだことになってる。ね。個人情報保護なんかいらなかった。三井住友グループがエロ業界側と組んで金稼ぎしていたっていう、あ、じゃあ、三井グループ。最初三井グループ。桜銀行の頃。で、だったと思いますよ。まあ、大体それぐらい。まあ、大体もう長い間、20年以上経過してるから。で、それぐらいの頃に、発覚して、だいぶ前からエロ業界の人間は淡井圭介と対立していった。違法者側が。で、もうそれが僕は二十歳ぐらいの頃からだから、だからまあこれ、皇室の方たちにも伝えてほしいんですけども、その件の大きさ見たらね、もう皇居の方でかくまってもらって、そのずっと精神病院禁止で隠蔽してたでしょ。だから警察官の内容とか、302万精神病院についてとか、有馬警察署の人たちについて、300何十番っていうところにありますね。もう後ろの方、もう下の方のところですね。知っておいてもらわなければならないこと。それは、ホームページは淡井圭介の駅の一番を見た方が早いかもしれないですね。まあまあ、下の方から探してもらった方が確実ですけどね。そこで記載してる内容とかを考えたら、もう全然笑い事じゃないでしょ。だから1956年に売春防止法が出来上がって、その何十年間もエロ業界ほったらかしになってた時点で、もともと政府情報総部とかにまともじゃない人間がたくさんいたと。で、そいつらを抑えなかったら、全人類未来ないんですよ。そいつら金だいぶ握ってましたから、だから安倍政権の頃に山口組の口座を全て差し押さえるということで、政府に動いてもらったでしょう。で、2016年に毎年借金が増えていっていたのに、まあこれ普通なんですよ。税収考えたら。だって支出が100兆、超えるかなどうかなあの頃ですね、その頃。もう超え始めた頃だったと思いますよ。1年間のね、支出が。で、借金が1000兆円を軽く超え始めていたぐらいの頃に、借金が逆にガクンと減ってるんですよ。だから何十兆円分の裁判、差し押さえがあったはずなんですね、安倍政権の時に。だから、その時僕がどういうふうな受け答えをしていたとか、で、その館長は向こうから言ってきたとか、まあそういうことを言ってるんですけど、その時ね、僕、だから、再現 VTR だと、同じ館長が回してる VTR だから、ホームページは IKS の履歴の一番を見てほしいっていうことを、23時、15分頃って心の声の方で伝えてるんですよ。本人が喋ってるからね。だけども、これ、向こうとこちらは時間軸違うんだったら、日付が違うんだったら、違いますから、最初から隠蔽するためのシステムが多すぎたっていうことになるんですよ。そもそもホームページ、淡井圭介の履歴の一番をみんな目を通しておいてくれたらいいっていうことになるんですよ。大体のことが分かってくる。
だ正直国際的なやつらで、その他国でね、エロ業界と、結託していた連中っていうのは結構いる。たくさんいる。で、そいつらも海外のその国のところで基本的に捕まえてもらって、後から警察官が乗り込んでいって、そいつらを、刑務所に回収してます。で、精神病院に入院させられてる人間の件で、同じ病棟にいましたけども、その時僕コロナウイルスの頃だったと思うんですけども、入院させたもので、警察官のその人は一緒に入院させられてませんでした。力ずくで僕を押さえつけて、鼻ほじほじの意味のない、陰性陽性の、でも結果出たかも、してるんですよ。宝塚三田病院に強制入院させられて、そこでコロナウイルスかかってるんですよ。で、8病棟にコロナウイルスの患者を全員集められてたんですね。集められる動きがあったんですよ。で、そこで、陽性だの陰性だの、みんなバラバラだったんですよ。で、熱が出てる人間とそうじゃない人間がいたんですよ。だこの線でいくと、最悪、飲み薬でコロナウイルス発症してる可能性がある。だそれを AI に作らせていたのかどうかっていうところ。だどこまでできるかわからない、本当に。コンピューターがどこまで何を知ってるかによって。だから基本的に僕の知識ではできないものって考えてたんですよ。だって、火通してるでしょ。だから最近生物兵器なんか作れないって。だけども何かを体内に注入することによって、その体内から菌が、こう変質するとか、そういうようなことをコンピューターは分かっていたのかもしれない。人間が意図的に行ったかもしれない。だからもうかもしれないしか言えないから。ただね、黒木感染はやっぱり知ってたと思いますよ。勤務者の人間もコロナウイルスにかかって入院してましたから。じゃあそこでね、同じ8病棟にいた人間、ね、熱出なかった人間は何なんだろうって不思議でしょ。体制が何かもともと免疫がある段階からついていたのか、熱が出ない現象っていうのは、ちょっと考えれないですよね、あれだけ。だから閉鎖病棟ですから。8秒とは。今違うっていう声を聞かされてるんですよね。しかもその人の声がね、ビッグモーターの以前の社長として表記されてた方で、今アメリカに赴任されてると思われるとしか言えないんですよ。それも以前の VTR 回して、で、アナウンサーが、さも今の時間軸で言ったかのように受け答えできるから。ライブって書いていても。ライブって書いていても以前の映像を見て、もう何回も見てるの僕気づいてますから、あ、これ以前も流れてた映像だなって。その別の災害映像で、石の橋とかが壊れて、河川の増水でね、流れていってるところとか、全く同じ場所で、全く同じもの。で、その放送していた、聞かされた内容が、壊れること前提で作ってますとか、わけのわかんないこと言ってたんですよ、アナウンサーが。だから、アナウンサー自体はどこまで事態を分かっていて、その映像を読み上げてるのかっていう話になってくるんですよ。で、ややこしいことを政府がしすぎなんですよ。今日あったことだけを放送したらいいんですよ。でしょう。生活安全課の人間が井圭介を殴った警察官である可能性が高い。もう話全部繋がってくるでしょう。政府上層部に、もともと悪者がたくさん存在した。ね、エロ業界と結託してるの。そんなものを警察官に通報しに行って、その警察官がアダルトビデオコーナーとか潰しに行くかどうか、それ見たらすぐ分かりますよ、どちら側の人間か。ね、簡単なんですから。だって性暴力団として、ね、裁判所でだいぶ前から裁判官に認定されてるんだから、それ判決あるっていうことだから、判例に背いたら即逮捕じゃないですか。簡単じゃない。安倍さんまで死んだことになってるでしょう。世界のどこが多いって安倍さん死んだことになってるんです。はっきり言いますよ。そこの政府、怪しい。世界中でかかった方がいい。私はアメリカのことが頭の中よぎったんですけども、それはね、ここ近年でアメリカから流れてきてる、一般的に売れてるハリウッドの映画でエロシーンはなくなってるでしょ。それ僕のその強制わいせつの件の話してね、エロシーンも入れないでくれっていうことにしてるんですよ。
ね、その辺の連中はなぜ淡井圭介と自分が同格だと勘違いしてるんですよ。大臣と淡井圭介が国会で同格として総理に認められてるんですよ。そこで嘘を言っちゃダメなんですよ。絶対に。総理も大変なことになりますから。ね、裁判所で嘘を言ったら三権分立のね、国会で、まあ内閣と国会議員、まあ国会議員は数ですね。で、内閣は大臣の集まり、総理も大臣です。で、裁判所。これで三権分立。裁判所で嘘を言うと、10万円の過料か即逮捕。だから国会でも嘘なんかを言ったらもう大変なことになります。だからそれは総理が全力で言ってる以上、それはもう本当に大真面目にどこの会社の人も受け止めてください。もう今さんそれ知りませんじゃ通りませんから。もう言った後、聞いた後、それをあなたが油断したあなたが悪いの。こんな大きな話。真面目に生きていく人間だけしか社会でじゃダメだから。で、家の外イコール社会じゃないですよ。仕事で働くっていうことですよ。で、うん、もう僕はもう絶対的に時間が必要だからいろんなことに対応するのでやって、もう普通に働いてる場合じゃないですからね、それこそ。詳細、事細かに国会に挙げてっていうことで。いやいや、もう裁判所は無理ですよ、この件数とこの人数。聞いてないいくらかかるか分かったもんじゃない、分かったもんじゃないじゃないですか。会社の登記簿とか。きりない、きりない、本当に。政府が発行している登記簿とか、一般人にあの裁判でね、買わせようとする、その動き自体が自分たちおかしいってまず気がつかないと、行政の人間が。法律で決まってるからって言っちゃうんですよ。もともと法律に悪法がたくさんあったっていうことを知っておかないと。それから公務員にならないと。その気合で、公務員にならなかったら、失敗するから絶対に。ね、大臣と同格の人間っていうのは各都道府県知事と、いろんな会社の社長さんの集まりの会長さんだけですよ、同格者。各都道府県知事は、県警本部長とかに指令出せますから、警察官動かせんの、県警本部とか。話めちゃくちゃ。本当に皇居にかくまってもらって、その内容を裁判進めた方がいいって、これをフルオープンにしたとき、ちょっと警察官のまともな人たち、本当に、僕の守り固めてくださいね。この件、本当に簡単な件じゃないから。な、政府の検閲の方で、例えば、我が天下戦国風部の尾張さんっていうプレイヤーが、今、コメントが記載されなくなったので、まあ、調べられてるんだと思いますけども、どういうつながりがあったのかっていう、その部分をね、僕はホームページに結構はっきりと記載してるのに、本田智子と小林真央が強制わいせつをしたっていうことを、まあチャットの欄でね、記載してるんですよ。まあだからそこは、何々チャットでいいんです。もともとチャットだから。調べたらいっぱいいろんなことが出てくるのかもしれない。だから銀行のお金の貸し付けの窓口に、その、キャバクラで、ね、胸とか触らせてた女が座っていたから、もう名前覚えてるから。もう政府にも言ってる。いない、だいぶ前から。もうだいぶ前に、もう、ね、7、8年ぐらい前ですかね、言ったの。いつものルートの SD カード。高島綾手で政府経由。この件危ないから、一アナウンサーとかで動いたら。で、まとも側のアナウンサーとかで、物事固めなかった、アナウンサー側の中に変な人間紛れ込んでるから、どこも同じだから、そいつは全員振り落としていったらいいだけで、仕事の絶対少ない部分でね。こんなに巨大な件って、そうそう一般人じゃ、関われないから、関わった危険だから、まあ、とりあえず、まあ、あの人の言ってることを真面目に聞いとこうぐらいで物事を受け止めといた方がいい。いつまでたっても見ない人間は、ああ、ダメだなって思われる。
会社に結構いるから、会社で指示出すような立場の人間でね。あとは人材派遣会社の人間とかに責任を押し付けてきて、それはもう一部の会社名挙げて言ってる自分が働きに行って、もうそれは本当のことだから。裁判所で嘘なしだから。っていうことは裁判所以外のところも嘘なし。だからこれがいつまでたっても分かんない人間が、そこの現場仕切っていたりするから、もう名称挙げてる。もう見たら分かる。伊藤忠商事さん、ちょっとしっかりしてもらえます？の話はしてるんですけども、言っといてもらえますか？っていうことで。40%の株持ってますからね、伊藤忠商事さんが。フジテレビの伊藤アナウンサー、伊藤忠商事系の人なんですよ、親族の人。もともとテレビに出てる人間っていうのは、そういうふうな人間で構成されてるんですけども、だからそういう人たちでも若いうちからアナウンサーとかになったりするでしょ。最初、たじろぐんですよ。嘘読まされるっていうところで。自分が捕まるんじゃないかな、うんなんで。本当に。だけど、本当にこれ全力でかからなかったら、ずーっと同じことを繰り返してるから、ね、今年の8月9日、僕の誕生日に、イエマがゴキブリ入れられたんですから。おらへん、おらへん、もともと。家の戸を閉めてるんだから。まだこの辺変な人間が存在するんだと思いますよ。活動して多すぎるんだと思いますよ。エロ業界を野放しにしていた警察官の責任、重い、本当に。で、それを淡井圭介を精神病院行きにさせて、これ順序考えていくと、やっぱり春山整骨院を作った時点で、怒らせて、強制入院させようという腹積もりだったんだと思いますよ。2010年ぐらいの頃から。それで多分、春山整骨院を作った。強制わいせつの被害被ったのが僕が、2008年の6月でしょ？ね、時期ぴったり合うじゃないですか。じゃあ、どこはお金流し込んでたの？っていうところで、もうその人間はもう、とりあえず、そこの藤原大支店から追い出してますけど、もう名前言っといた方がいいでしょ。僕言わなかったらもう、それ隠蔽になるから、井上京子。通報。普通。みんなが知っておかなきゃならない。そんな人間、野放しにしたら危なすぎる。最初から来る気せられと。一人だけ。髪の毛染めと。だからそこの、トヨタ新しくできた、あれ3店舗目でしたわ。間にゾナっていうトヨタの店舗があったから。だからそこなんか黒い服着て髪の毛染めてる人間、女3名は見てますね。勤務者。ダメですよ。本当に。だから、車でしょ、展示でしょ、で、何でしたっけ、もう名称忘れましたけども、キャンペーンガールって言ったらいいんですかね、何でしたっけ、ガールでもないのに、子供、女の子でもないのにね、そんなもん、もう、今時ややこしいから、もう18歳未満ぐらいにしとかないと、女の子なんだから、高校卒業し、今更女の子って無理やろ、芸能人じゃあるまいし、って。何でしたっけ？コンパニオンでもないし、何でしたっけ？なんかね、短いスカート履いたりとか、なんかこんな傘とか持って、何でしたっけ？ややこしい連中、エロ業界から流れ込んできていそうな、いそうなぐらいで、まあ一応言っておきます。けど実際いたのいっぱい今まで前歴あったでしょ。もうそこ正直に、しっかりと言っといた方がいい。後の被害者、あいつら、ちょっとかかって危ないなっていうのを最初から覚えておいた方がいい。本当にややこしいから。組織があるから、本当に。自衛官いてこれでしょう。錦織圭も君早く帰ってきなさい。もう芸名で転職してるのか何なのか知らないけども、君、航空自衛官じゃない。航空機のパイロットも。転職なんかしてる場合あったら早く仕事しないと。自分の持ち場、自衛官。悪党側の警察官捕まえないと。この件で、それ言われたとき、ちゃんと錦織圭の元同僚とかでね、淡井圭介側の人たちで、ちゃんと一緒に行動してあげなかったら、彼は彼で一人じゃ心細いでしょうし、彼もコロナウイルスの時にホテルで閉じ込められてたのを見ましたから、で、壁に向かって体当たりしたり、ドアのところ。だから、自分がこう、幽閉されたんかなっていう、怖くないでしょ、今までの、政府のしてきたことを知ったら。彼の気持ちはわかるし。
ということなんでね、政府上層部やフィナンシャルグループなどで、今更淡井圭介のこの件知らないじゃ済まされませんから、ちゃんとこの動画を見るように言っといてくださいね。全社員に。本当に。言ってないっていうことは隠蔽しようってしてたことです。いや、本当に本当に。普通自社の社員に言う。ちゃんと動画見なさいって。見ましたかって。閲覧者数を見て分かりますよって。これだけで社会がまともかどうか閲覧者数を見て分かる。簡単。どうでもいいの。閲覧者数増えてばっかり。それもなんか、閲覧者数お互いで増やして、お金稼いだりしてるとか、なんかそういうことあります？ちょっとね、皆さん、チャンネル登録と着信通知、しっかり設定していただいて、ご対応のほどよろしくお願いします。着信通知の設定がわからない人は、身の回りの方に聞いていただいたりだとか、販売店の方に聞いてください。機種によって設定の仕方違うと思います。これ、道理で長い間、もうずっとね、警察官が淡井圭介が怒ったらじゃなくて、淡井圭介が怒らせた人間がもう犯人なんだから、どうせ。それで捕まえたいのに。ほぼほぼ髪の毛染めてる人間の方が率高いでしょ。もともとこれはっきりしてるんですよ。振り犯してる人間ほど髪の毛染めるから。普通に物事みたい。結構簡単。以上です。今、大分顔とか取られてるのがね、こう、法令線に刻まれて。どこの誰がおバカな法律使ってるのか、本当に。頭の中で空想とかしたりしてね。裁判妨害はしてるか、迷惑防止条例違反はしてるわ。挑発行為。ほう助。強さ。まあ、威嚇行為。集団暴行。でも、多分、集団障害だと思いますよ。もうここまで来たら。本当に、こんなに累犯過剰で増えていったら。併合罪と。でしょ？で、それで精神病院禁止されたら困るんですよ。それ罰金刑でお金払ってもらわないと。そうじゃなかったらずっと癒着で今度精神病院が稼ぐじゃないですか。サンダなんか仕事ほとんどないんだから。でしょ？高校なんか3つしかないんですから。確か3つぐらいだったと思いますよ。サンダ学園と北、設3だって同じ高校でしょう。蒲田発電で、4つ記載しましたけども、そこ一緒だから、もしかしたら他の高校も稼働してないかもしれないから、だいぶ前から人口少子化ですからね。政府の隠蔽体質こそが根本的に悪いっていうことで、だから、たかが、まあ、県がだいぶ性質が違いますからね。まあ、とにもかくにも、皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。